MLB ドジャース、カブス、日本時間11日カリフォルニア州ロサンゼルス、ドジャースタジアム、ドジャース、山本義信、26、が約3ヶ月ぶりの復帰戦に臨み、4回59球を投げ、4安打1失点、自責1、4者連続を含む圧巻の8奪三振でマウンドを降りた。 6月16日のロイヤルズ戦で右腕に張りを訴えて2回途中で緊急降板。右肩腱伴損傷で負傷者リスト IL、入りした山本は約3ヶ月ぶりにメジャーマウンドに復帰。カブス先発、今永翔太、31、との日本人投手同士による投げ合いとなった。立ち上がりは先頭打者に初球155.7キロのストレートで入ると、 追い込んでからカーブで空振り三振。自打者も空振り三振に仕留めると、3番、鈴木誠也、30、オフルカウントからストレートで見逃し三振。3者連続三振と最高の出だしとなった。2回は4番、ベリンジャーを空振り三振で4者連続三振。続くパレデスに初安打を許すも、ブッシュを空振り三振。だが、ホーナーにセンター前ヒットを浴び。 2、1、二塁とすると次打者の1ゴロをファーストの F。フリーマン34が補給できず、記録はヒットで先制点を献上。直後に T、エドマン29のソロ本塁打ですぐさま同点に追いつくと、3回の山本は先頭ハップを空振り三振に仕留め、スワンソンを見逃し三振。続く鈴木に対しても、カウント2、2から空振り三振で、初回同様、 1>, 1番から3者連続三振を奪った。4回は1死でパレデスにヒットを許したが、続くブッシュを閉殺打で切り抜けた。ベンチに戻ると、D、ロバーツ監督とがっちり握手、9インからの祝福を受け、大谷とも笑顔で談笑するシーンも見られた。